さあ最終滑走者です。ジュニアグランプリファイナルオランダでの大会で見事優勝いたしました太田雪菜です。彼女もまだ16歳です。ショート4位です。まあ、ジュニアの中では抜きん出て表現力を持った選手ですからね、はい、そこにも注目してもらいたいですね、非常にこの手の動かし方が美しいのがよくわかりますが、さあ最初のジャンプ非常に高いダブルアクセルです。最終グループの6分間の練習から30分以上経ってますからね、はい、体も冷えてると思うんですけれども非常に体のキレがいいです。そうですね、浜田コーチが言ってましたが非常に感性が豊かで踊ることが好きだという16歳、ですから本人はジャンプをもっともっと確実にしていきたいということですが、今日はそのジャンプの調子は良さそうです。これはもう順位の変動も大いにありますね、そうですね、いや小川さん戦前の予想通りやっぱりシニアジュニア大激戦ですね。まあジュニアの年齢がですね、制限が18歳までになりましたんでね、はい、トリプルサルコー、いや浜田美恵コーチが飛び上がって喜んでいます。グランプリファイナルは、まあ、まぐれですと言ってました。いやーしかし見れば分かります、実力があります。太田一つ一つのエレメンツが本当にしっかりできてますね、はい、さあここからが彼女の持ち味。非常に曲の捉え方がうまいですね。そして、まあ、ジャンプとジャンプの間のスケーティング全て流れの中で行っていますからね、はい、いやトリプルループも成功で笑顔です。グランプリファイナルが終わってシニアのプログラムに変えるのに3日間しか時間がなかったということですけれども、その間にジャンプも一つプログラムの中に増やしたそうです。今日は地元京都での試合、たくさんの応援団も来て大きな声援を送っています。さあもう一回初出場です。さすがにジュニアながらグランプリファイナルのチャンピオン、素晴らしい勝負強さを見せました太田雪菜。いやー100点に近い出来、いや満点を上げてもいいでしょうね。そうですね、もう思わず鳥肌が立ってしまいました。素晴らしい演技、これで全ての演技を終えました。プレゼンテーション5.9。さあ楽しみな点が今出ました。いきなり 5.9 を出したジャッジがいます。しかしフリーは第4位、ショートの4位と合わせまして合計第4位です。残念ながら太田の表彰台はありません。この瞬間に